コーチ、コーチも来てください。すごいですよ。ミチル先輩がネットでヒムカ重工の選手データを調べるそうです。まあこの間教えてもらったブログを見るだけなんだけど、イルカ、わざわざコーチを呼ばなくてもいいのよ。コーチの前でスマホを使うの恥ずかしいから。え？どうして恥ずかしいんですか？それはその、まあいろいろとあるのですよね、コーチ。なんだか秘密の匂いがします。とにかく黒瀬さんのブログを見てみればね。ハンドルネームはダークウェーブ。泉さんに教えてもらって一回見たはず。あった、これだわ。相変わらず真っ黒なデザインで独特ね。ところどころ赤い文字とかあってかっこいいです。年齢的には私たちの 2,3 歳年上のはずよね。へえ、それでこんな大人な雰囲気なんですね。大人っぽいって感じよりもなんだか中学生の男子みたいな。牛蜜時の鎮魂歌に花束をなんてすごいタイトルが最新記事にあるわね。難しい漢字だらけですね。みなみちゃんも先輩みたいにクールですもんね。こんな難しい漢字をたくさん知ってるなんて、私憧れちゃいます。あのイルカ、私が言うのもなんだけど、憧れる相手はよく見極めなさいよね。そんで結局みなみのブログ意味不明だったって？マジでウケんだけど。そうなんだよ、だからキリちゃんの力を借りてもう一回解読してみようって話になって。難しい言葉がたくさんあって一つずつ調べたらキリがないから通訳してもらおうってことになったの。解読、通訳やば、笑い止まんなくなっちゃうって通訳ね、通訳まあそんな深く考えなくてもいいんだけどさ、どこがわかんないわけ？内容もいまいち難しくてよくわからなかったんだけど、コメントで指摘されてることがよくわからないのよね。コメント？本文とはあまり関係なく恥ずかしがってのた打ち回っている人が多いみたいなんだけど。それはあれっしょ、病気が治った人っしょ。病気が治った人？どこか具合が悪かったの？子供の時になりやすい病気的な。中二ぐらいでこじらせるんだって、こういうの。南の場合は遅れてかかってさ、今がピークって感じ。昔同じ中二病だった人がブログ見てて自分を思い出して辛いんっしょ。そんな理由があったんだ、奥が深い。あとブログの雰囲気とは真逆にほのぼのしたコメントも多くて混乱したんだけど。ああ、これこないだ始まった動物アニメの感想で盛り上がってんじゃね。ブログのどこにもそんな話は書いてないのに、どうして関係ないアニメの話を？書いてあんじゃん、牛蜜時の鎮魂歌に花束をって。これってさ、深夜のほのぼのアニメで癒されて嬉しいですって意味っしょ。そんな意味だったの？この日記のタイトルっていうか、ほのぼの動物アニメとか黒瀬さん見ないでしょ？自分ではあんまり言いたがらないけど、
こういうのの方が深くハマるのよ、みなみ。そうなの？意外だね。つまりこのブログって堅苦しい文体と雰囲気でまとまってるけど、ほのぼのアニメの感想のやりとりと昔の自分を思い出して叫んでる人たちで埋まってるの？そういうこと。みなみマジヤバっしょ。面白いっしょ。やっぱり解読してもらってよかったですね。そうね。先輩、キリちゃんのブログにも興味ありませんか？そうね、せっかくだし見せてもらいましょう。ハンドルネームはリーコよね。だけどさ、それは別に見なくてもいいんじゃない？ほら、なんか知りたいことがあれば教えてあげるからさ。どうしたの、キリちゃん。目が泳いでる。私もう少し練習してくるわ。目だけじゃなくて体も泳ぎたくなったみたいな。あれ、キリちゃんすごい勢いで走り去っちゃいましたね。これが戻るボタンで、あれ、更新？これで泉さんのページが開けるはず。開けたわ。一人でできた。あれ、泉さんは？私がスマホと格闘してる間にいなくなってる。なんか頭を冷やすとか言って泳ぎに行っちゃいました。頭を冷やす？どういう意味かしら。まあとりあえず開いたページを見てみましょうか。キリちゃんのブログキラキラしてる。華やかで女の子っぽいですね。かわいい。泉さんのイメージそのままね。デコレーションが強いというか。リーコだよ。今期の派遣アニメ確定賞。派遣って何ですかね。ユリは今や市民権得てかねとか、妙に権利の話が多いわね。アニメってそういうものなの？でもブログの内容としては黒瀬さんより泉さんの方が圧倒的にわかりやすいわ。これなら暗号解読は必要なさそうね。あ、先輩見てください。キリちゃんのブログコメントが987個もついてます。987個？そんなにコメントってつくものなの？かなりの人気者ね、泉さん。キリちゃん可愛いし明るいし元気だし、人気があるのもうなずけますね。待って、なんとなく雰囲気が違うわ。見ているか、このコメントって全体的に怒ってない？あれ、そうですね、なんとなく皆さんイライラしてるような。計り知れぬわだつみの深淵に触れてしまったようだな、我が盟友たち。こんにちは。愛も変わらぬ強烈な陽の波動。イルカ、我が盟友とはいえ恐ろしい逸材よ。ところで黒瀬さん、さっきあなたが言ってた和田摘みの深淵って？暗き水底に眠る深淵の恐怖、その謎に触れてしまっては正気を保てなくなるぞ。もとい、話を戻そう。我は水先案内にキリにその役目を託され、盟友たちに真実を伝えに来た。どういうこと？私にはいまいち話がわからないのだけど。キリちゃんのブログについてわからないことは
みなみちゃんに聞いてほしいってことですよね。どうしてわかるの、イルカ。妙に波長が合うわよね、あなたたち。盟友たちよ、深淵についてはそれ以上知る気はないのか。そうだった、知りたいです。なんでこのブログのコメントはみんな怒ってるんですか。それはキリのうかつさが招いた結果、すなわち出現による炎上。キリは気に入ったアニメを1話目で覇権認定するし、流行り物に飛びついては思いの丈を述べる。ましてや大人気ヒロインは私に似てないと言い切った文章でブログに掲載したり、その時についた別の名はイキリイコ。我が同類の地雷を踏み抜く術に長けすぎているのだ。故に炎上、民草の怒りを一身に受けることが多い。そういうタイプなのね。ちょっとわかる気もするけど。しかしキリにも悪気はない。そこが難点でもあるが、にわかファンに見られがちとはいえ、彼女の作品愛は本物なのだ。ありていに言えばミーハーなだけで、その時その時は本気で作品と向き合っている。確かによく見てみると、コメントの人が怒っているのって、肯定的な意見と否定的な意見で喧嘩になっているのもある。それに知識があれば愛があるなどというのは単なる思い違いだ。深いですね。確かに私もまだまだですけど、ジェットバトルに対する愛は負けません。仮に世の全てを敵に回し、キリが闇に落ちても、我だけは盟友としての契約を果たすであろう。ちょ、南に説明任せたら暴走してんな。なんか変なこと話してない？ないよね。共に炎上するのもまた一興。イキリイコよ、そなたと我は一心同体だ。その名前で私のことを呼ぶなって。この二人いいペアですね。パッと見て正反対って感じだけど、意外に波長が合ってるよね。1、2、1、2。門下生か。いや違うな、霧島のコーチ。稽古の声で驚かせてしまったな。私の母方の実家が武術道場をやっていてな。私も時間があれば精神統一のためにこうして型の稽古をしている。練習場での水上鍛錬もいいが、静質な道場で体を動かすのも。今の叫び声、道場の離れから聞こえたな。心配には及ばない、原因は分かっている。おそらくな。おいおい、威勢が良かったのは最初だけか。あんた、助けて、いたいけな美少女をいじめようとしてるの。やはり貴様か、ユーリ。ここで何をしている？お、お月ちゃん、お疲れ。挨拶は後でよし。なぜ恨みの娘がここに？まずは状況を説明しろ。あー、状況？この間の練習場でこのガキが突っかかってきたんだよ。ま、いつものことだけどさ。で、そんなに勝負したいんなら道場でやろうぜって果たし状を出してここに呼んだってわけ。ま、正面から勝負する気なんて当然私にはないからさ、罠を張って拘束してやったってわけよ。それだけじゃないわよ。
いつ銃を持ってるのよ。撃たれたら死んじゃう。人殺し。ママ、ユミ、助けて。本物人に向けてぶっ放したら死ぬだろ。別に人を撃ちたいわけじゃねえよ。これはただのおもちゃだよ。水が出るだけだ。そんなのにビビっちまうとは、まだまだガキだな。はあ、悪いことをしたな。ユーリは昔から人の困る顔を見るのが好きでな。拘束は解いてやる。さっさと逃げるように。ありがとう。おっかないと思ってたけど、案外いいやつじゃない。年上の人間にそういう口の聞き方をするとは、礼儀を知らぬと見える。指導が必要だな。やっぱり怖い。でも次は覚えてなさいよ。さてユーリ、どこに行くつもりだ。逃げていいと言ったのは恨みの娘だけだが。おっと、バレちゃったか。いやいやいや、でもさ、私は降りかかった火の粉を払っただけだって。向かってきたのはあっちの方だぜ。よくない。道場の師範代として、敷地内ではなおさらこのような真似は許せん。まったく、私も昔から何度も注意しているし、厳格なお父様やお母様もいるというのに、どうしてそう人様にいたずらばかりする人間に育ったのか。厳しくしつけられると反動がでかいってよく言うだろ。てか、私が思わず誰かにいたずらしちゃうのは、お月が叱ってくれるのが面白いからだよ。またおかしなことを言って振り回そうとする。そういうことをやめろと言っている。本心だっつーの。まあいいか。なんか疲れた。一杯飲む？飲まない。すまない、取り乱してしまったな。二人のイチャイチャを覗くだなんて、いい趣味してるね。私は鍛錬に戻る。ユーリも来い。今一度鍛え直してやる。これから武器のチェックが。